焚き火がこの山の過ごし方で一番後に残しがちなものの一つだから。風が来るからこっちの下の方からつけて。動かさずに置いててもらって。お、やった。お、早っ。早いですねこの人。早いです。めっちゃ早い。でもこれをね。なさっと早っ、めっちゃいいなこれ。そう、なんか、うん、季節の花を持って帰るみたいに、うんうん、こう飾るものを持って帰るっていう感覚で、うん、うん、いろいろ持って帰ってる。あ、めっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃいなった。はい。でかっ。綺麗と思ってた。どうでしたか。楽しかったです。ちょうど良かったです。あ、本当に。うん、それは。時間的にも時間的にも、うんうん、この山を登るっていうのでも、うんうん、上の過ごし、お疲れ様でした。でした、うん、ありがとうございました。じゃあ今これから自由に山に入っていってもらって大丈夫ですので、はい、ありがとうございます。